はい、それではもう時間になりましたので始めたいと思います、国会改革 P プロジェクトチームの報告会という形で今日はいただきました。我が党がいろいろと結党以来国会で、進めてきたというか、言わせていただいてきた国会の改革どれぐらい進んでいるのかとか含めてですね、一度皆さんと情報を共有したいと思っていますので、よろしくお願いいたします。国対委員長からまず。はい、お疲れ様でございます。こんな状況になるとは思ってなかったんですけども、国会改革、今裏のおかげしたら、ありましたように、そもそも国会改革の必要性というのは、我が党が言い出したことで、ありますし、ペーパーレスについても、そうであります。最近テレビや新聞等ではですね、我が党よりもなんか自民党が先にでやってるかのような見出しが出てたりですね、してありますけれども、ここはもう一度改めて今の現状ですね、国会改革はどれだけ進んでいるのか、また与野党のその意見といいますか方向性というのもどういう状況になっているのかということも含めて、今日は皆さんのご意見をいただきながら、これ国体で動くとか政調だけで動くっていうことではなくてですね、各委員会でもこの話をしていかないとなかなか進まない現状だと思いますので、その辺も含めて今後の対応、これを最後役員会にまた後日かけさせていただいて、各委員会にも今日の話が煮詰まった段階でですね、改めて各委員会また党の国会改革のあり方について、取りまとめをさせていただきたいと思いますので、各界のないご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。はい、これ最後までマスコミさんは、じゃあいやいいいいな、別にどっちも、別に重たいのね、肩大丈夫、怖い、もうちょっと座ってとこまで、要は、あさってなんですけども、衆議院の議員の理事会がございまして、ペーパーレス一部進みます。それと、これ私から提案をさせていただいた同人事のオープン化ということもございまして、これもなんか自民党がやったかのような先売りになってますが、全く違いましてですね、思いつきで僕が同人事の主に質問で、マスコミさんを出すのはなんで出す理由があるんだということで、できるだけオープンにして、質疑の内容を聞くことによって同意人事の候補者ですねに対するプレッシャーがあってはならないということが原因要因だそうでありますけれども、そういう税金を投じてつかさどる方がそのプレッシャーを感じてコメントできないというような方を選ぶべきではそもそもないんじゃないかということの指摘から、同意人事のオープン化というものを指摘をさせていただいて、この16日にこれ特に野党さんが協力的にやっていただいて、与党もしぶしぶ乗るようになったということなのに、自民党がやったかのような先ぶりになっているという、本当にね、これは許しがたい話なんですけど、うちでやったか誰がやったかということではなくて、これが前に進んでいることは、いいことなんですけれども、これはうち我が党としても国会改革のあり方については、先ほども申し上げたようにきちっとですね前に進めるようにそのエンジンとして役割を担っていきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。もうカメラさんもいいですよ、はい、今言いたかったらそこなんです、はい、要はなんでうちが言ってる提案してるものが野党さんがやってることになってるのということで、ぜひそこは、きちっと国会改革の牽引役は日本維新の会だということを改めて、申し上げたいなと思っております。はい、はい、それで、と言いながら今回の資料はペーパーで配られているというちょっと間抜けな話ですけども、ペーパー配らせていただいている中で、僕には書類の確認に来てます。僕に来て。で、この中でですね、これ入ってませんよっていうのをちょっと
あるんだったら一度もう一回上げてもらって、結構数が多いのでうちの党としても何を言うて何をちょっと進めてないかっていうのも確認しもって、これから精力的にまだまだ発言をしていかないといけないと思うんで、僕らについてあるの、これはペーパーレスですけども、これ役所のペーパーなんでコピーしておりますけれども、衆議院では3番の 法規改正必要というところの3項目目のですね、質問収集答弁書と、5000万円がしっかりの経費が削減されると、これを16日に決めますということになっています。官報もできるんじゃないかということもあったんです。これ官報は共産党さんがかなり抵抗しておりまして、今回は見送らせていただきたいということの報告がございました。ですので5000いくばかの、金額はこのペーパーレス化で、この国会で、あさってですね、決めることになるということです。もう一枚の国会の同時人事のオープン会についてということで、これも16日に議員の議会で決める。このペーパーレスはですね、これ法改正があるので、本会議にかけないといけないということでありますので、こういったことも本会議にかけないで、理事会預かりでできるものを先やりたいといういろんな話があるんですけど、これは本会議であれ、委員会であれ、どういうことであれ、でもですね、経費の削減はしていくべきだということに、私の方からも強く要請をさせていただいております。で、これちょっと今の状況だけ言ってことが悪いんですか、さっきの今のこの今ちょっと1枚目ですね、いただいた1枚目の中で、でもすいません、こんなんあったんじゃありますかとか、なんかありましたね。今これ正常にいいお願いをして、取りまとめていただいたんですけども、でさらにここには出てないけどこういうのもあるんじゃないかっていう国会改革等があれば、ちょっとまた付け足して、我が党で発言するときに、そういうのに発言していくという形を取っていこうと思ってますので、次の中の委員会での
そして資料ももちろんそうなんですけど、そこも2種類それを見れたら、それは僕もだからなんですけど、あと、委員会の時に、例えば、委員会で100するぐらいのぐらいじゃないですか。で、EU によっては、30万円ぐらいで100するんですよね。それだけは問題な数です。しかも、みんな見ないですよね。そうですよ、衆議院なんで山野井さんなんて、こんな分厚いって資料作って、言うことないもん。本人がつながってしまった。そういう感じですよね。だからですね、委員会とかの資料も含めたそのペーパーです、で今ね、委員会ごとに、これ議運マターなのか各委員会マターなのかっていう、のあるんですけど、このタブレットの使用自体を認めるか認めないか委員会とかで決めないとダメなんですよね。そんなんも国会全体で全部もう議員で OK って出してくれたら、そんなんお構いなしに委員会でタブレットに使えるようになると思うんだよね。それ今ね、各委員会での議論をいちいちその時その時やらないとダメなんで、で自民党はこの間も渋ってたんですけど、この間の内閣委員会で逆にその大臣とかにもタブレット使わせろっていう、逆に今度ねじ巻いてきて、この間デジタル手続き法っていう法案の審議の時にね、デジタル手続き法の審議してるのに大臣がタブレットを使われへんなんてかっこ悪いって言って、逆に今度はねじ巻いてきたんですよ。それは野党も引き下がられないから認めたんですよ、実は。あ、答弁そうだ、そうタブレットを見ながら答弁。それ衆議院の方が委員会はもともとタブレット申し込み OK じゃないですか。もともと予算以外、予算以外の各委員会をバラバラです。それもその都度その都度、ここで僕一番知らせていた時はここなんかみんなタブレット、しかもね、それいわゆるこういうタイプのタブレットとパソコンあるじゃないですか。パソコンね、パソコン、ノートパソコンとは違うもんやっていう製品ですよね。で、厚労委員会なんかは、衆議院の厚労委員会はノートパソコンは前従前から OK してるんですよ。衆は意外と3は全然ダメだからね、今。で、なんかなし崩し的にタブレットも勝手に使ったりとかして、なんか注意しないから、もうなんか既成事実みたいになってしまってますけど、厚労なんかは。松島先生がね、口でこうやってあーって人がこう見せたのに、あれぐらいこう自民党になったり、だそういう部分もね、もう要はもう実際の毎日のその活動の中で一番ペーパーレスをしたら効率が上がるっていうか、その費用削減になるっていう部分、費用削減の面ですよね。それもやっぱりうちは一番よう言うていかんのかなと思うんですけどね。国家運営の IT 化っていうのに全部含まれますよね。これは参議院の方が全然するんじゃないですか。参議院は全然ですか。みんな隠れる下でこうやってね。ありました、有名なとかが透明だった女性の女優だった誰とは言わないですけど、これペーパーレスもそうなんですけど、割と参議院が遅れてるんですよね。参議院はだからダメなんです。だから逆にその衆議院でペーパーレスもだいぶこう一部ですけどね、トータルで、1段目僕が言った提案は2000万弱だったんです。今度これ5000万なんで7000万ぐらい削減できるんですよ。そんなことも衆議院でやってるのは参議院は別やっていう、ね、話なんでしょうけど、参議院行くとご仕事でしょ、解決は衆議院ないから、そもあるし、それはまた僕らもその参議院から押しボタンでね、交通が上がってるんやから、なんで衆議院できへんねんっていう議論も僕らもそれはあって、だからお互いに、その、衆議院の悪いとこ、ええとこ、また参議院のいいとこ、悪いとこをこれミックスして、それをこっちでやっぱり言い続けないと、それがまあ、日本維新の会なんだというところで押し込んでいくしかないし、これ民主党もそうだし、自民党も、いやいや、それは衆議院のことやからとか言ってね、でそれ言うんですよ。それは、そうなんか分からんけど、あくまでも、日本維新の会は、衆でも参でも同じことを言い続けて、委員会の冒頭にちょこっと言うなり、これ、もうみんなでこう言っていかないと、なかなかこう、
結局宇田野ともこの間話してたんやけど、なんかうちがやってるのに取られてしまってるのか、完全に。自民党は例えば友達と維新で言ってくれと、参議院の場合は三角票となって、参議院改革票です、そこを、ね、出してると、そうすると通りやすいからっていうのは、ほんとは自民党もあるからね。いや、州連それは言う、自民党は言うんですよ、もっと言ってよ、だけども、いざ進むってなったら俺らやった、まあ、誰だけやるかどうかのことですね。例えば特別委員会とかでもね、鍵とかあるじゃないですか。あれ参議院には鍵とかないでしょ。特別委員会ってこれないんですよ、参議院には。実は文科省も厚労委員会、文科委員会にそもそも含まれてるんですよ。でも衆議院は特出しして鍵とくっていうのがあって、そのあれ例えば IT 技術の質問、ね、技術的な質問をしようと思ったら鍵とくじゃないと質問できないんですよ。でも鍵とくは議論するだけで実は法案の審議できないんですよ。だから法案審議するとなると内閣に行くわけですよね。いらんやんって話です。でしかもね、鍵に行ったら文科委員会に入ってそれできるっちゅうんやから、何のために鍵取るんで。これまた公明党がね言うて作った特別委員会です、で今は野党ポストで、古本、古本さん、はい、どこや、立憲、国民が取ってる。だから野党もね、いやいや言わないですよ、委員長ポストもらえてるから。この無駄の象徴ですよ、鍵取るな。だそういうのもやっぱりちょっと衆参で一回ちょっと突き詰めて資源エネルギー調査会だ、本当にやらないと。本当やらないと。あともう一つですね、これまたこれ言わんかもしれないんですけど、委員会長があるじゃないですか、うわあれも実はやらないと。あれ実はその軍の委員同士の加藤委員さんとのは本心の重要な役割になってるのが分かるんですけど、委員会にかけるお金もものすごいですよね、あれね。それからもう行く先のその自治体はもういろんなアテンドしなきゃいけない、あっちも比例しちゃうみたいな、あれもちょっとだって、まあ、全部やることはやらないですけど、議員にするとか、あとは国際会議に行ったりするような海外とかっていうのを少し考えてみようかな。あれ、片岡さんね、塩とさんで手続きが違うから海外の人もなので、さんの場合は割り振りになってだから難しい、収納は専門にそういうのも直さないとね、まあそれ無駄なのかどうかっていうのもね、でもほんま必要かっていうのは片山君に言われるのは大事ですよね。環境委員会でこの2月に琵琶湖とか滋賀、大阪とか、まあ、関西もあったんですけど、やっぱりその委員長で行きたいところですけど、実際はね、視察時間がね30分ぐらいだった。いやだ、それで、あとで、博物館みたいなとこ見て回るだけなんですよ。これって、なんかわざわざ国会議員がですね、行ってやることじゃないなと思うし、それから報告書もそれから事務局のようにまとめるわけですよね、みんなしつこいで出てなって。それ、院長によって違うからな。だからこういうのはあるから、なしだよな。それで何十万か何百万にしてないですし。確かに。うちの取締役なんか、すごいよ。1時間のために8時間ね。すみません。いくらしないで、限りかもしれないですけど、質問することなしでイギリスみたいにガチの勝負したいですからね。ああ。それはできないね。できない。今すぐ大丈夫、勉強するじゃないですか。まあ、この間、橋本徹がね、それに近いことを国会は、それをやってるから、国会の職員が夜中までかかって、残業して、みんな必死してるんじゃない。で大阪市議会はそれをやめさせたいんです。答弁を作らない。そうやって。何が減ったと。それを見つまんない。だから、今さら日銀総裁だけするやつだから。あるほどね。締めに答えられないとは。これはそれを認めるってことね。まあだからそれはでもメリットデメリットどっちもあるんですよ。答弁しっちり引き出すまでに交渉することもメリットがあるし、急に出てきたことで結局そこの入り口問答でそのまあ何分かの質疑時間全部終わってしまうような場合も突然出てくるんで、それはまあメリットデメリットやから
ケースバイケースをやったらええと思うんですけどね。今回とか憲法審査会があるから受け取ってたでしょ、自由発言が。そうです、そうです。あれはまあ、そうなんだ。だから、法案審議のパターンっていうのが2つ。うん、で、その時間ね。今、杉本先生おっしゃった、自由討論っていうのは、なんかもっと活用できたらいいなと、すぐ期待しますので、うん、党首討論もね、なんちゅうかな、総当たり戦にして、うん、あ与野党関係ない。総理と前党でしょ、うん、それじゃなくて、スウェーデンに行ったときに、憲法審査会、憲法審査会に、学校、スウェーデンちゃんはノルウェーどっちだっけ、スウェーデン総当たり戦やんですよ、党首討論は総当たり戦、この指名で党首だけじゃなくて委員会の与党であったんで対抗するとか自由討論はもっと活用してる、うん、確かに党首討論も一応制度上はそれできるでしょ、僕ちょっとほんまことなんですけど、その別に総理安倍総理に対する討論っていうわけじゃなくて、各党首と討論ができる仕組みになってるはずですけどねってことを言われたことがあって、あ、そうなんやって、勝手に、まあ、それは野党は安倍総理と対決するのは当然やから、まあ、そうなるけども、そうなってるって聞いたことですか、まあ、調べないと、思わずか。それできるならそれ提案されれば、うん、まあ、フリートークで、うん、いや、あんたのことどんなのってんのみたいな、うん。そうそうそう。もう、直接の幅を聞けます。そういうのやらんと野党はだから質問される機会がないので鍛えられないので、うん、政権取ってもすぐあかんと、普段から質問される側にも回しかけて、でそうやって議員立法やったらいいっていう議論もあるんだけど、まあ、僕は自由もっとそうだから、まあ一般対自由討論型一般質疑というか、うんうん、何でも聞ける、うん、誰でも、特に例えば野党第一党の要約とかね、うん、それは答弁義務があるとか、ね、うん、やっぱりいつ政権交代するか分からへんから説明責任は野党第一党も持ってるとかね、うん、そういうのは大事だと思う、そういうのことを熱心に議論するよね、うん、聞いてる人は面白いよ、そう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 、要はね、今日全部お聞きしたやつをどうのこうってあれやけど、なんかこう決めてバシッと役員会かその大、病院総会かなんか決め事をして、で こういう話がどっかの委員会とかなんかでもでポコッと時間あるときにそれを言ってもらうとどう思うとか言って大学に言うとか、うん、もうこう波状的にこう波状攻撃を衆参入れて各委員が言っていくっていうぐらいしないとなかなかこう効果出えへんと思うんだよね。ただ会見で馬場幹事長なり僕なりが言ったところで、うん、あそうみたいな感じやから、うん、だから全員日本維新の会の議員がそういう意識してやってんやねっていうぐらいやらないと、まあ、うちの会派がやるとまだ大臣とかも反応してくれるかもな、うん、まあ一般的野党にやられたら通告受けてないんで、うん、必ず総務に逃げられるからね、うん、まあだけど本来国会改革でそんなことまでしていかんと国会の中身っていうのは充実してへんわね、うん、だから言うていくべきやと思うし、それどうみたいな振ったか、まあ、足立先生みたいにフルの上手な人はバーンと振って、いやいやいやみたいなのなんかわからないけど、だけど、その表でこう会見で言ってる間はなかなかこれね、広がらない。うん。先生、衆議院の方は、うん、小泉進次郎先生が衆議院の改革、ああ、平成のうちに。あれと、これは別に。別です。別です。まあくまでもこのペーパーレスなんかでもうちが言いかけたことやからね、だからまあ平成のうちに新庄さんも頑張ってもらって、そのうちがやってることが逆に彼らの背中を押すことになると思うんで、だからうちがうちでやっぱこう走らないと、まあ、ちょっと厳しいと思いますね、だから
か、うん、その平成のうちに決めてること自身、まず天に唾吐くような話で、自民党が結局的に女性のあの議場の投票の件とか、あれをやっぱりな、うん、出席してるから意味があるとか、うん、出席してる人間に投票権があるんやとか、もうほんまにな、うん、だからちょっとあれやっぱり、うん、あの信じろ、信じたのもあったり頑張らんと、もう最大くらいがうんって言わんとね、絶対ならん。だからエンちゃんがまあその最大会派を巻き込んでやっぱり上手にやってくれてるんで、あんまりあの平成のうちに俺考えの方がええかなと思ってな、あれで平成のうちにやればやること自民党で反対するとこなんでしょ、うん、やったみなんかね、令和のうちに平成のうちに、令和そうそう、だいぶなまだまだだからわざわざ平成のうちに、平成のうちに決めたらいいのに、平成のうちに決めないで令和になってからやってるの決めるんだとか、あさってだね、そういうことなんですよ。俺全部どれもいいけどね、俺が絞ってるんですよ。そうそう、なんとかね、まあ、教育人事だから、それはここに書いてある、日印制なんで、そんなね、書いてるけど、そんな簡単なもんやから、ね、はい、そうそうそう、そうね、あの維新が出来たての頃、私がみんなのとこに来て、井上さんなんかと国交委員会とかでやった時に、いや、一晩に一任しない形で維新を取ったじゃないですか。あの形っていうのは結構、あ、斬新だなっていうふうに受け取ったんで、ちょっと委員会運営みたいな部分でも一環に一任にしない形とか、さっき矢田さんが言った一般主義での自由討論を持っているとかっていうのを、まあ、理事懇の時に我々はずっとずっと維新が言い出したっていうふうにした方がいい。あれはでもあのスタートの時はね、理事会派やったんですよ、うん、今オブザーバー会派で、ね、そこが、そこが大きい、そのオブザーバー会派でね、原則オブザーバーやから、そ、まあその会議に3人は逆に言うと強く言う、3人なんかはそれもっと言ってもいい、自責理事でね、うん、経産委員会なんかも結構あの人がまとまらないとは、野党の人と出してまとまらないと、うん、僕が出てまとまらないんですよね、野党は、うん、私が自民党と組んでるから、うん、組んでるとか、うん、とにかく質疑がね、くだらないのばっかりやってるんで、そんなやり取りじゃないって思ったから、立場ですね、短い派、日本最初の短い派やったんで、3人はできると思う、これ、全体話しましょう、いろんな議論していくんですけど、最終最後は与党の筆頭と野党の筆頭に任せましょうという、あの決になるんですよ。その筆頭間協議を当時日本維新の会の時には、その筆頭間に任せるんじゃなくて、やっぱちゃんとそれぞれの理事で入れてやりましょうという、まあ、あれやったんですよ。でそれはうちがさっき言ったように理事会派の時はそれはまあ理路整然と言えるんですけど、今オブザーバーで結局理事の人に了承もらって入ってて、僕らが今共産党にオブザーバーのくせに発言しすぎやと言ってもそうなんで、まあ、人には任されるレジが待ってるちゃんと理性が理性なんで、私も理性で3年間ずっとやってきてるから、あとね、参議院側はあのやり込んとか、やり込むとか呼ばれるでしょ、衆議院の方は僕ら呼ばれないっていうね、あ、その関係もちょっと違うとかあるんですよね、うん、僕ら与党は参議院でやってるけどね、呼ばれない人も呼ばれないって言うけど、呼ばれへんやったら、そうさっきのね、与党、野党、維新の三者協議してもらうと、聞かない、分からない、言ってたのに、やりこはやってないんですって、うんうん、名刺を書いてない、名刺を書いてないなるほど、でそういうセラムでもね、呼ばれるんですよ、うんうん、まあ、呼ばれへんだら呼ばれへんから、今も杉野先生のやり方でやるしかない、あらたみたいに、なかなかね、普通の人に言われへんからさ、そこまでひどいよ、うちなんか呼び込み呼ばれるんですよ犬先生何かやってるか、もしよかったら、これ来たらね、いいからね、そうそう、知らんかったら手で、これ、何回やってもこれ時間ないと思うんだけど、またこう2週間ぐらい、あの分けて、ちょっと皆さんの意見を聴取して、はい、でそれまとめて、
で一回こう一致団結してこのあの波状攻撃をしましょう。はい、はい、ね、今日は、ね、第一回目ということで、はい、すいません、ありがとうございます。これもね、まあできればなペーパーレスで配られる、うんうん、次はね